アツさん、君って初心者なのにアファシスを手に入れたんだって。いいな、リアルラックが高い人は。しかもシノンたちといつも一緒なんだろ。強いプレイヤーと一緒に狩りができれば効率もいいよね。どうやってシノンたちに取り入ったんだい。僕なんかステータスの振り分けを失敗して散々だよ。アジリティ型最強とかいうデマを信じた僕がバカなんだろうけどさ。ステータスなら振り分けが可能です。方法はですね、そのくらい知ってるさ。でもステータスを振り直したら今までの装備も変えなきゃならない。どんなに狩りに行ってもろくな武器がドロップしないし、そのせいでランキングにすら入れない。今度こそ完璧にやり直すはずだったのに。冷たいなあ。シノンから何か聞いたかい。いや、シノンは自分から話すタイプじゃないな。そうだ、あいつから聞いたんだろう。本当に君は何も知らないんだね。あいつキリトには気をつけた方がいいよ。善人ずらして人の大事なものを勝手に奪おうとする。シノンはあいつのせいで変わってしまった。君たちもあまりシノンには馴れ馴れしく近づくな。彼女はすごいんだ。強くてクールで、君たち普通の人間とは違う世界にいる。彼女は特別な存在なんだ。